はい、16対9の資格の中に生きる妖精です。はい、これは中西の昼食ですね。昼食、焼き飯と、焼き飯はね、これです。ああ、香りチャーハン味の素、これちょっと残ってたの少ないんで、ちょっとご飯足してね、で、キノコも足して、で、これスーパーで母親が買ってきた美味しすぎるシューマイ、これ器に移してチンしました。チャーハンこんな感じになりまして、エビがここに乗ってます。はいね、これ何シューマイなんだろう。うわ、これ美味しすぎるシューマイですよ。美味しすぎるんですって。まあ焼き飯いただきましょうかね。うん、八角香る、美味しい。酢醤油、これそのままで、ヘルサそのままで食べてみましょうか。とりあえずね、美味しい。まあ普通の肉シューマイですね。すいません。うん、酢醤油美味しい、ヘリうるさ。最初の挨拶しましたっけ僕。はい、16対9の資格の中に生きる妖精です。なんかやってないような気がするけど、やったのかな。美味しいな、これ八角効いたやつ、八角と生姜と、まあエリンギとしめじ足してますけど、ご飯とね、うまい。きのこ足したらね、まあ大抵のものは美味しくなりますよね。うん、大抵というかまあ全部。今ニンニクきた、エビもプリッとしてね、うん、甘辛の焼き豚シューマイね、酢醤油いいですね。うん、美味しすぎませんが美味しいです。はい、うん、ちゃんとしっかり美味しいです。はい、このシューマイね、こう布団ですこう布団ですね、布団をバックに。美味しいよ。前回ね、香りチャーハン食べた時にエビと焼き豚ほとんど前回食べちゃってるな。具材がエビ一尾でチャーシューもあんま入ってない。前回でメインの具材をね、取りすぎちゃいましたね。鳥がうるさい。今すっごい八角きた。塊があったのかな、八角の粉の塊っていうか、うん、塊。落ちてる。食べました。うん、ごちそうさまでした。美味しかった。これいい器でしょね。中華料理、特にチャーハン盛り付けるならこれに盛り付けろ、俺に盛り付けろって言ってますね。これね、香りチャーハン美味しいですよ。うん、まあちょっと八角苦手な人はねちょっとダメですけど、とても香りが良くて美味しいです。はい、僕八角好きですのでね、
美味しすぎるシューマイは美味しすぎませんでしたが、何度も言います、すいません。美味しかったですよ、うん、まあちことで、はい、美味しかった、お腹いっぱいになった。うん、中華、中華、中華でしたね、うん、まちことで、まじゃまじゃじゃ、まじゃ、中華、美味しかった。